漆辺野は古代日本において漆の行進や都室の職能を持って朝廷に仕えた職業部。日本の漆塗りは色はざる衣装に引用されている本町ことはじめによると次の伝承に始まる。和文子が宇田の秋山で資料の最中に大よいたが止めを刺すことができなかった。そこへ部下の一人が漆の木を折ってその汁を矢先に塗り、 再度挑戦すると仕留めることができた。木の汁で、巫女の手が黒く染まったため、巫女はその汁を部下に命じて集めさせ、持っている品物に塗ると、黒い光沢を放ちつつ染まっていった。そこで、その地を、漆瓦のといい、漆の木が自生している、宇那郡のソニの里に、漆辺の作りを置いた。床石や死にが、漆辺の間になったことが伝えられている。仙台九時本に、 天孫本儀によれば、逃げ早の命四世の孫にあたる三ンミスクネイの血が、漆辺の連の姿勢を与えられ、漆工芸の祖先と記されている。これらは、伝説としても、日本初期巻期、第21によると、587年に、漆辺の作り屋にが、谷名と共に、モのノ,ノベモリアより、蘇我馬子の元へ使者として派遣されていることから、漆器の制作者集団である漆辺のと、 その管理者がいたことが判明している。うるしべのは、山戸国、摂津国、とうとうみ国、相模国、武蔵国、丹後国、出雲国などに分布していた。両政では、大倉所うるしべの氏に、うるしべのが二十人所属していた、という。氏族としては、うるしべの連、うるしべの自家、うるしべの作りなどの名が見える。うるしべの連一族は、初期末期。 第29によると、発色の生成定により、684年に、少年に改正している。ありがとうございます。